皆さんごきげんよう。今回は、玉木駅。玉木駅じゃなくて玉来駅よ。玉来駅は当時の犬飼線の終点駅として、1925年11月30日に開業したわ。当時は貨物の取り扱いで栄えていて、ホームは3番線まであったそうよ。なんか不気味なだるましかないし、とてもそんな風には見えないわね。この駅舎は1993年3月1日、大木森稲荷神社をモデルに、当時より20メートル東に新設したものになるわ。1971年10月1日に貨物取り扱いが廃止、それと同時に無人駅になっているわね。それでこの不気味なだるまは何？この地域の名産品、姫だるまよ。300年以上の歴史があるわ。ふーん、こんな不気味なのがねー。平日の発着数は上下合わせて大体11本、利用者数は34人よ。これは新宿駅の約 3.8 秒分の人数ね。それでも朝6時台に上下線とも来るし、地域の足としてはまだ使われているみたいね。ホームへの出入り口にボロい集金箱があるわね。そして駅舎の反対側には雑木林とお墓。今の玉来駅のホームは一面一線ね。そこの雑木林に昔のホームや駅舎があったのかしら。一応ホームには屋根やベンチがあるわね。不気味なだるまに正面にお墓。夜にはなるべく来たくない駅ね。この看板は昔の駅舎のものかしら。随分年季が入ってそうね。名所案内があるけどバス1時間徒歩3時間半。もう一つの方の、大木森高等稲荷神社は、日本十大稲荷にも数えられることがある。由緒正しい神社よ。地域では高等様と親しまれているらしいわ。どちらにしろレンタカーで来た方が早いわ。駅を出てすぐにトンネルが見えるね。この辺は鉄道も道路もトンネルが多くて、隣の竹田市はレンコン町と呼ばれたりもするそうよ。駅の周辺なのに集落は小さいわね。かつては営林所もあって栄えていたんでしょうね。倉庫の跡とかは見えるけど、栄えていたようには見えないわ。ホームの長さは結構あるけれど、こんなに使うことあるのかしら。一応この区間は特急も走ってはいるけれど、ここには停車しないから非常用くらいでしょうね。それに、もともとは終着駅だったのだから、昔は止まってたのかもしれないわ。時間って残酷ね。一日中一本しかないうちの一本が来たわ。豊後竹田方面行きの普通列車ね。車両はこの区間で多く運用されている。キハ220系ね。そういえば行く先々で見かけるわね。あれ、キハ220系はキハ200系を単行運用のために、両運転台構造に変更されたものよ。車体は黄色を基調にして、ロゴマークの YDC125 ところどころにあしらってあるわ。一日11本しかないのに誰も降りてこないわね。もともと利用者が多くないってのもあるでしょうけど、コロナ禍の休日ってのもあるでしょうね。それじゃあ今回はそろそろいいかしら。そうね、この車両を見送って終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。